どうも、高倉屋の高倉です。今回、オーストラリアで一番有名と言われてます、ボンダイビーチを紹介します。サーフィン、スケボー、海辺の街が好きな人にはとってもおすすめです。高倉屋。Hello YouTube! Today I'm gonna show you Bondi Beach. Bondi Beach に来ちゃった。はい、こちらがですね、オーストラリアで一番有名と言われているボンダイビーチになります。結構ね、この辺り高級住宅街で、ここに住むことも一つのステータスになると言われているようなエリアです。サーファーがすごい多いのと、まあ、一年中海水浴客がいることで有名です。まあ、ちょっと早速街の方行ってみましょう。それでは、レディーゴー。はい、ちなみに今泊まってるのはですね、ノアバックパッカーズっていうところで、ボンダイビーチに一番近いバス停から一番近い安宿になります。1泊2200円ぐらいかな。年末年始はね、どこも70ドルとか取られて、まあ、ここで感じですけど、さあまあ行ってみましょう。一応ね、シドニーオペラハウスとかハーバーブリッジとか有名ですけど、都心部はやっぱりどこも同じですぐ飽きます。やっぱり自然の世界がいいですね。でブルーマウンテンズっていうところに本来は行きたかったんです。国立公園ですね。そこがやっぱりね、この山火事で行けないっていうところで、海辺で最近は過ごしています。はい、ということで今回のオーストラリアで発生している山火事はですね、もう歴史上もう最悪とも言われているほどの規模のものになってまして、助け合いが必要な状態になってます。ニュージーランドからもね、消防士が派遣されたりとか、強力なバックアップ体制取られてますけども、日本からはちょっとまだまだなんか日本に情報が出回ってないみたいで、まあ、僕のチャンネル見ていただいてる方、もしよろしければ寄付という形で、どうしてもこの状態のバックアップという回復にはですね、すごくお金がかかるので、ぜひよろしくお願いします。現金すられた僕も募金させていただきました。もうね、宿から徒歩3分5分ぐらいでビーチに到達できます。基本裸足で、基本上裸ですね。波がそして分厚いんですよ。サーファーにとっては天国じゃないですかね。一応ノアバックパッカーズではサーフボードが2ドルからレンタルがあるので、まあ、日本から持ってくるよりもレンタル使った方がもろもろ楽なんじゃないかなって思います。はい、エレクトリックガーデンズフェスティバルらしいですよ。まさにこうリゾートといった感じで、今日は比較的よく空が見えている方です。最近ではここが一応展望台になってますね。行ってみましょう。はい、ボンダイビーチの雰囲気はこんな感じです。駐車場もすごくたくさんこう車止められるようなサイズで、浜自体も非常に幅広くてですね、でサーファーもこんなにたくさんいます。おお、いいね。シドニー近辺はですね、やっぱ海も一つの魅力になってまして、サーファーの実力もすごく上手いサーファーが多いですね。サーフボードを担いでうろうろしてる人がいる街っていい感じですね。はい、一応トイレもこちらにございます。結構ですね、この海は、荒れてる感じのことが多いです。非常に波が大きいですね。今日はですね、太陽の、パワーが控えめな感じで、すごく歩きやすいです。気温も低めですね。昨晩雨が降ってくれたからだと思うんですけども、こんな感じで無料のシャワーがあって砂も落とせます。こういう芝生でね、ゴロゴロしながら、後で紹介しますけど、あの辺に新鮮な魚介を使ったフィッシュ&チップスのお店があったりして、まあ、ああいうところでご飯買ってここで食べるっていうのも一ついいと思います。はい、ビーチ到着。いい感じですね。白砂、明るい感じです。ちょっとね、海の近くも行ってみましょう。ここに、これは懐かしの寿司ラーメンリク君の、縦に刺さるっていう。It's funny. Are you okay? 手振ったけど、手振れるわけ、振り返してもらえるわけないですよ。おー、あそこにはほら、こうヨガをしている人たちがいますね。
いいね、いいですね。高級住宅街です。結構ね、波がでかいんですよ。だからまあサーファーにとってはとてもいい環境、街からのアクセスも良くて波も分厚いと。太陽がね、赤く見えるんです。あの山火事のブッシュファイヤーの影響で。いやー、かっこいいなーサーファーの感じ。僕はですね、アウトドアの遊びを4分割してるんですよ。まず長期型と短期型、長い時間かけるものと短い時間でできるものと、定点型、一箇所でやるものと、移動型っていうもので分類してます。で、この、まあ、長期移動型の究極がロングトレイルとかになるわけですよ。6ヶ月とかかけてやるもので、これをやっておくっていうのが、まあ、一つ人生の目標だったんで、テアラロア歩きました。で、まあ、今後はですね、この定点でできるもの、定点でやるものって結構自分の内側の世界に入っていくものが多いんで、サーフィンはすごくいいんじゃないかなって思ってます。次は定点型のアウトドアスポーツで自分を深めていきたいなと思ってます。サーフィンはすごくいいんじゃないかなと。まあ、上手くなるためにはもう絶対海辺に住まないといけないっていうのがあるんで、まあ、そこがちょっとネックなんですけど、あっちの崖の雰囲気がすごいんですよね。断崖絶壁みたいな感じで。ここでちょうどボンダイビーチの真ん中ぐらいですかね。こんな雰囲気です。まあ海辺は、おーすごい、うまい、あのサーファーがめっちゃうまかったです。まあちょっと町の方も行ってみましょうか。それでは町へレディゴー。まあ結構観光地なんでお土産屋さんがあるのと、フィッシュ&チップスがやたら高いんで、そういう地域はやっぱりあれですよね、結構ぼったくりに注意。チップスが 5を超えてくると結構怪しいですね。